こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の男性に似合う、レザート,ートートバッグ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。ところで皆さんは、日頃からどんなバッグを使っているでしょうかショルダーバッグのようなラフなものを使っている方だとか、あとはですね、リュック型のものだとか、まあ、さらにはですね、トート型を使っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕の中ではよく使うバッグとして、もう断然ですね、レザーのトート オートバッグこれれが挙げられるのかなといいう,うに思っています僕はあまりですね、アイテムをコレクションする方ではないんですが、ブラック系のレザートートに関しては、もうすでにですね、10個以上買ってきていますし、今も手元にですね、だいたい5個ぐらいあるので、かなり好きなジャンルなのかなと思っています。一応バックにもですね、トレンドみたいなものがあるんですが、他のファッションアイテムですね、例えばアウターですとかトップス、ボトムスなんかに比べると、流行の変化が緩やかで、ある程度ですね、 形がが出揃っていいいいるのののででそこままトレンンドの影響を受けにくいのがバッグととうジャンルかなと思います、まあ、僕が大好きなレザーのトートバッグというのは流行の真ん中にあるようなアイテムではなくてどちらかというともう定番的な位置づけかなと思うんですね、まあ、こういったものが出始めたのが今から10年ぐらい前なんですが、まあ、その頃は結構旬だったりしたんですがそれが今ではだいぶ定着して 定番的な位置づけになってるかなと思うんですね。他にも旬なバッグがたくさんあるんですけども、小型のショルダーバッグなんかは結構旬で、おしゃれが好きな方だとか、若い世代の方には使ってる方多かったりするんですが、なかなか大人世代が気軽に使えるようなものではないかなと思うので、未だにですね、大人の男性が持てるバッグの中では、レザートートバッグ、間違いなくですね、使いやすいような立ち位置なのかなと思っています。まあそんなレザートートートバッグなんですが、いろんなショップですとかブランドからリリースされて いて、まあ、どれを選べばいいのかわからないという方も多いかなと思うので今回は個性が異なる3つのレザートートバッグをご紹介しますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの業務ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからは具体的にですね、皆さんにおすすめのレザートトバッグご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね。 今回ご紹介する中で一番ですね、オールラウンダーでバランスがいいのはこちらですね。グリーンレーベルのファンクショナルレザートートの縦長バージョンですね。価格が13,750円ということで今回ご紹介する中で最もお手軽でなおかつですね、使い勝手がいいようなモデルになってるかなと思います。このレザートートは僕もですね、何度かご紹介したことがあるかなと思うんですね。しかも僕が今まで書いてきた本の中でも何度も触れてきたのが ググリーーーンレレベルのレザートートバッグなんですね、まあ、正直ですね、このようなレザートートバッグって先ほどもお伝えした通り今めちゃくちゃ旬なアイテムというわけではないんですね。まあ、どちらかというと定番的なのであんまりですね、どこのブランドでもガンガン作ってるという状況ではないんですね。それよりもトレンド感のあるバッグをどんどんいろんなところからリリースするので意外と定番のものって見落としがちだったりするんですが、まあ、グリーンレベルはですね、毎シーズンこちらのレザートートを作っていまして非常に人気が高いんです。 ですね、これなぜ人気が高いのかというと、まずは圧倒的にコストパフォーマンスが高いんですね。まあレザーのトートバッグというと結構高いものだと5万円超えてくるんですね。結構ですね、日々のスタイリングの中でペンレモルビダだとかバーニーズニューヨークのオリジナルのレザートートこのあたりが質がものすごく良いのでお客さんにご紹介することが多いんですがやはりちょっと値段が高いのでなかなかトライしづらいと。ただこちらはレザー製なんですけども1万円台前半というとこで気軽に使いやすいというところ ここがまずは最大のポイントかなと思います。 ま、レザーの質感も少し光沢感があって、ツルっとした感じになってるんですね。決してチープには見えないのがすごくいいバランスかなと思います。そしてサイズ感なんですよね。個人的に嬉しいと思っているのは。海外製のレザートート,ートバッグがわかりやすいんですが、かなりサイズが大きいものが多いんですね。まあ、収納量が多いというのはありがたいんですけども、日常使いとしてはちょっと大きすぎると持っていて邪魔ですし、どうしてもですね、気軽に持ちづらいんですね。その点、こういったグリーンレベルのトートバッグって サイズ感がちょうどいいんですよ。意外と探してもこれぐらいのものって見つからないので、本当にこう生活に寄り添ったようなバランスのいいサイズ感だなと思います。あとは機能性ですね。ポケット使いがすごくて、まずはサイドですね。ここにポケットがあって、まあ、収納することができますし、内側もですね、しっかりと大容量のですね、ポケットがついてるんですね。中ちょっと見えづらいかもしれないですが、この辺りは画像でですね、この辺りに出しておきたいなと思うんですが、内側の構造もすごく使い勝手がいいです。 まサイズ感はそんなに大きくはないんだけども、ちゃんとですね、13インチの PC ですね。今、MacBook のですね、13インチ入れていますが、これぐらい十分入ります。書類系もガンガン入りますし、これぐらいあれば十分だと思うんですね。あんまり大きすぎると、ビジネスシーンではいいんですが、カジュアル使いがしづらいので、まあ、ちょうどいいサイズ感かなと思うんですね。 これだったらもちろんセットアップのスタイルにも合いますし、あとは今の僕のようにジャケットを主役としながらのやや綺麗めなカジュアルスタイルなんかにも相性がいいので、結構1個あると万能感があるかなと思うので、まあレザートオートバッグで買うのであれば、まずはグリーンレーベルから検討してみるのがいいかなと思います。まあ長くやってるモデルというのはアップデートされ続けるので、やはり数年前のものに比べると素材の質感だとか、機能性も含めてかなりですね、レベルアップしてるかなと思うので、 のレザートートとしてはすごく完成度が高いと思います。ぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っています。はい続いて2点目のレザートートバッグなんですがこちらですね。 これはですね、僕のブランド、ソーとバッグ専門ブランドのフェティアさんが協業で開発したレザートートーバッグになっています。先ほどもお伝えした通り、僕はレザーのトートバッグが大好きで、これまで10個以上買ってきたんですが、まあ、最近はなかなかトレンドのど真ん中ではないので、気に入るレザーのトートバッグがなかなか見当たらなかったんですね。だったら自分で作っちゃえということで、今回はですね、フェティアさんの協力のもと、こういったトートバッグを作りました。僕が理想とするですね、 ね、レザーのトートバッグの条件を全部詰め込んだバッグになってまして完成度めちゃくちゃ高いのでまぜ、あ、ひ皆さんにもご紹介できればなと思っていますまず形なんですが僕はですね横長のトートバッグと縦長のトートバッグだったら縦長の方が断然好きなんですね横長の方がどちらかというとビジネスカジュアルに使えるようなちょっと綺麗感のある印象で縦長の方がややカジュアルさが出るかなと思うんですねで、持った時のバランスなんですが横長より も、縦長の方が、 縦のラインが強調されるので、よりですね、スタイルが良く見えるので、僕は縦長のトートバッグが好きなんですね。こちらもですね、ほぼ正方形なんですが、やや縦長にしてあって、大きさ的にもあまり大きすぎずに、ちょうどいいサイズ感を意識しました。これは先ほどのグリーンレベルのバッグと同じぐらいのサイズ感なんですが、これぐらいがやっぱり色々と使ってみた中で、ベストだなと思いました。海外製のトートバッグも好きで、ブランドのやつも持っているんですが、気分は上がるけどデカすぎるという問題は、 これぐらいのサイズ感にするとだいぶ解決ができるかなと思いますあとは革の質感ですねやっぱりデザインがシンプルなのでレザーの質感はものすごく重要かなと思っていましてこちら イタリアンレザーを使っているんですね。先ほどのグリーンレベルのレザーのトートバッグは、どちらかというとさらりとしたような、やや光沢感のあるようなレザーだったと思うんですが、こちらのバッグに関しては、ちょっとしぼ感があって、表面に凹凸感が見えるかなと思います。かなり上質な素材をですね、使っているので、レザーの質感というところはすごく楽しめるのかなと思います。あとはデザインに関しては、結構特徴的なのは、 このですね、持ち手の延長線上に切り替えがあるところ、このあたりがシンプルな中に少しアクセントとして効いてるので、個人的にはなかなか良いポイントになってるかなと思います。あとは持ち手のですね、この先端部分ですね、少し丸火を帯びたような、 ディティールになってまして、このあたりもちょっとクラシックさがあって、なかなか良いアクセントになってるかなと思います。ミニマルなデザインではあるんですが、ちゃんとですね、ポイントポイントにアクセントが配置されていて、なおかつレザーの質感もすごくいいというところでは、結構バランスの良い,い作りになってるかなと思います。まあ、外側にポケットとかはなくて、割とシンプルな作りなんですが、内側はですね、ちゃんとポケットもありまして、収納スペースもちゃんと確保してあります。こちらもですね、MacBook の13インチ、しっかりと入るサイズ感なので、 で、内容量的にも全く問題がないかなと思います。しっかりと収納ができつつも、なおかつ見た目の美しさ、このあたりをですね、しっかりと考慮したようなバッグになってまして、これは仕上がりがなかなか良かったかなと思います。そして価格も結構大事だなと思っていまして、イタリア製のレザーだとか、あとはデザイン性にこだわると、どうしてもですね、5万円以上のですね、レザー等とか多くなってくるんですが、こちらは価格を2万5千円ほどにしたので、割とですね、手が届く範囲かなと思うんですね。 僕も色々なレザートートバッグ見てきましたが、これぐらいの価格帯でデザイン性と素材の質感、あとは使い勝手の良さ、このあたりを備えたレザートートバッグは、ほとんど見当たらないかなと思うぐらいですね、非常に完成度が高いバッグになってるかなと思っています。残念ながら、一つ大きなデメリットがあるとしたら、ブランドとしては非常に知名度がなくてですね、そんなに量も作ってないんですね。なので在庫量があんまりないので、そのあたりが一つネックになるかなと思うんですが、大人のレザートートトバッグとしてはかなり完成 程度が高いいいかななとと思思うのででこちらもすすねチェックをしててただければなと思っていますはい、続いてラスト3点目のおすすめのレザーのトートバッグなんですがこちらですね最近私物として購入したエンダースキーマというブランドのカウバッグ M サイズですねこれかなり満足度が高くて最近よく使っているバッグなんですね先ほどまでご紹介してきたレザートート,ートバッグはどちらかというとオンオフ両方使えるような バランス良さが売りだったと思うんですが、こちらに関しては、どちらかというと、カジュアル寄りなんですね。というのも、見ていただいてもわかる通り、かなり皮が柔らかくて、雰囲気もカジュアルさが漂うんですね。で、実際に持った感じもすごくライトで、気軽に使いやすいんですよ。そのあたりが、レザートートの中でも、ちょっと特殊かなと思います。気軽にエコバッグ感覚で持つことができるんですが、レザーの質感ですね。まあ、先ほどの僕のブランドのですね、レザートートに比べると、キメが細かくて、 すごくですねさらっとした手触りのレザーになってましてこういった質の良さというのも個人的にはすごく好きなんですねちょっと男っぽさがあるような層のレザーバッグとこちらの男性女性問わずに使えるようなさらりとした上品なレザーの質感とこのあたりは好き嫌いが分かれるかなと思うんですがこれもなかなか仕上がりがいいかなと思います僕はどういう場面に持つかというとやはり今のような着こなしですね普段仕事で外に出るときにはですねこういったジャケットとシャツのスタイルだとか T シャツとジャケット 合わせるようなスタイルが多かったりするんですがそういったちょっとラフなビジネスカジュアルだとか綺麗めな私服には断然ハマりがいいかなと思いますちょっとですね、まあ、セットアップのスタイルだとかネクタイを締めるようなスタイルには少しカジュアルすぎるかなと思うのでそのあたりはカジュアル向けに特化されたバッグかなと思うんですがこれまたなかなかバランスがいいかなと思います価格がですね29,000円ということでまあ、正直ですねそんなに安くはないんですが このバッグはすごくミニマルなデザインで、もう名作中の名作だと思います。定期的に発売されるんですが、やっぱり入荷とともにですね、すぐに売り切れてしまうような名作なので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックしていただきたいなと思います。これだったら結構ですね、男性女性両方で使うことができるかなと思うので、夫婦兼用、カップル兼用なんかでも使い勝手のいいバッグかなと思います。まあ、サイズ感はですね、やっぱりちょうどいいんですよね。 先ほどの2つに比べると縦長感はより強くなるんですが持った時の収まりの良さっていうところも含めてすごくねバランスがいいんですねキャンパス地のトートバッグに近いような本当に軽くてライトなトートバッグなのでぜひ、まあ、皆さんもですねなかなかお店で見ることは少ないかなと思うんですがオンラインの在庫がありましたらリンクを貼っておきますのでぜひチェックをしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の男性におすすめの、レザートートバッグベスト3というテーマでお届けをしました。まあ、どのバッグにも魅力があるので、選ぶのが難しいかなと思うんですが、グリーンレベルのレザートートに関しては、バランス型なんですよね。すべてのポイントをしっかりと押さえていまして、デザイン性が良くて、すごく機能的。ポケット使いが一番ですね、充実しているのが、グリーンレベルなんですね。それでいて、価格が1万円台前半というところでは、 コスパも最強なんですねまあ、世の中広くていろんなレザートートバッグありますが一番ですねコストパフォーマンス高いのはグリーンレーベルのレザートートバッグこれは間違いがないかなと思いますで2つ目のですね僕のブランドのレザートートバッグに関しては質感の良さとデザイン性の良さそして機能性に関してはまあまあですねグリーンレーベルのトートバッグの機能性には劣るんですがエンダースキーマのレザートートに関しては中にはポケット何もついていないようなかなりですねシンプルな作りなので そういいいいったものよりは確実に使い勝手がいいですカジュアルだけではなくてビジネスカジュアルからオフまで使えますしスーツスタイルでも結構合わせることができるのでかなり使える用途が広くて満足度の高いバッグに仕上がってるかなと思いますそしてカジュアル使いに特化してなおかつですねエンダースキーマというブランドの世界観ですねここはおしゃれ中級者以上の方には非常に人気が高いですしレザーの質感も含めておしゃれが好きな人にはバチッとハマるようなレザートートかなと思うので それぞれの魅力があります。ぜひ皆さんもですね、自分の感性に合ったものを選んでいただいて、ガンガンに使い倒していただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説ですね、ドメスティックブランドだとか、セレクトショップのオリジナルだとか、このあたりに関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、しっかりめに解説をしています。週に4本のオリジナルの動画と、そのうち1本 はですねライブ配信をやっていまして皆さんと交流をしながらですね Q&A 形式でご質問にもお答えしています気になる方は概要欄からぜひチェックをしていただければなと思っていますまた普段なかなかですね動画をチェックする時間がない方のためにオンラインサロンも開催をしていますそちらの方では文章と写真ベースでおしゃれの基本ですとかおすすめのアイテムをですねどんどん解説をしています僕の方では1日2回ですね投稿していましてまあだいたい1分ぐらいで読めるような分量になっていますまた僕以外のスタイリストの方だとか 参加者の皆さんもですね、気軽に記事を書くことができるので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。